アルバイトチャンネル。はい、アルバイトチャンネル上本です。清水です。今回のアルバイトチャンネルのゲストは焼肉キングでアルバイトされているアジフライさんです。よろしくお願いします。アジフライ焼肉なのに。アジフライさんっていうのはなんか偽名ですか？そうです。まずそうでしょうね。なるほど。じゃあ SNS とかの名前がアジフライ。はい、そうです。焼肉キングってごめんなさい、どんな焼肉屋さんなんですか？一般的に言う食べ放題の焼肉屋さんなんですけど、食べ放題だけではなく単品とかもコースがあるんで、なるほど、種類は豊富な方だと思います。結構あれですか、いっぱいあるんですか店舗は？店舗は最近だと結構多いとは聞きますね。業界2位とか3位とかそんぐらいですか？そうですね、そんくらいある。めっちゃあるじゃないですか。すごい、さすがキング。すごい。でそんな中でどういう仕事をされていらっしゃったんですか？現在進行形でも働いてるんですけど、ホールとキッチンで分かれてます。私一応両方できるんですけど、キッチンでは掃除、仕込み、料理の作るをして、ホールは掃除でお客様の接客、レジ、料理提供してますね。なるほど。それは両方できる人と片方しかできない人もいるんですか？あ、いますね。大体みんなどっちから入るんですか？ホールの人はホールだし、キッチンの人はキッチンだけど、キッチンの人でホールやりたいとか、ホールの人でキッチンやりたいって人は入れさせられますね、教えてもらって。なるほど。それはできれば時給が上がるとかなんですか？いや、全く上がらないです。あー、なるほど、はい、とりあえずどっちもできれば、まあシフトは入りやすい。入りやすいですよね。言われますね。時給はいくらですか？平日1000円、休日1050円。それなりに高いですか？そうでもないですかね、今は。私の地元からしたら結構高い方だと思うので。あ、そうなんですね。ちなみに周りの例えばコンビニとかだったらいくらぐらいだったんですか？150円とか。なるほど。それに比べたら1000円とかって結構高いですね。高い方だと思いますね。はいはいはい。それは高い分どうなんですか？やっぱ忙しかったりするんですか？本当に忙しい時はすごい忙しいですけど、暇な時は本当に暇で、真ん中がないんですよね。それは時間帯によってですか？日にちによってですか？曜日とか、あと連休とか、年末年始家族とかがいっぱい集まるシーズンとか、はいはい、それはもう忙しいですけど、その年末年始終わった、家族の集まりこと全部終わった、その後1週間とか2週間は暇ですね。ちなみに忙しいシーズンは絶対入ってねみたいなのあるんですか？いや、ないんですけど、キングのいいところで年始の1から3入ると1000円もらえるんですよ。お年玉的な感じ。そうですね。お年玉、なるほど。じゃあ1000円目当てに入って忙しいなって思いながらやると。やると。私焼肉キングって早いって聞いたんですよ、めちゃめちゃ提供が。はい、はい、それってなんかルールとかあるんですか？ ABCD おっしゃっていう言い方されてて、A がビビンバとか結構時間かかるメニュー、 B と C がお肉と魚介で、 D がサラダ系になるんですけど、はいはいはい、B と C は2から3分提供できれば。頼んでお肉は2から3分で持ってくるんですか？もう提供しなさいという。早っ。それ裏どうなってるんですか？どうせ置きっぱでお前やべえ、衛生環境やべえんだろっていうのを聞きたいってこと？聞きたいですね、やっぱり。いや、それが私もそうだと思ってたんですけど、1時間おきにアルコール消毒するんですよ。それ肉をすか？肉をではなく、なんか触ったところとか。はい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 、はい、肉はもう綺麗に冷蔵庫みたいなところに入れられてて管理がされてます。あ、そうなんですね。じゃあキッチンのやることって肉を管理されてるのをバッと出して盛り付けるじゃん。盛り付け、そうですね、盛り付けて味付けてみたいな。はいはいはい。あ、じゃあ一からこう包丁を使ったりとかっていうのは全然ない？ないですね。結構出来上がりのものが置いてある。あ、多いですね。あとは解凍するだけみたいな。あ、そうなんですね。どうなんですかね、めちゃめちゃ量が来るんですか？食べ放題なので皆さんいっぱい頼むし食べるじゃないですか。伝票みたいな出るところがあるんですけど、そこが忙しいと地面につくんですよね。すごい。多い時もずっと肉出して持ってる。肉出して肉出して、足りなくなったら補充してみたいな。キッチンとホールどっちが忙しいですか？ホールの方が楽しいというか楽というか。あ、そうなんですね。ぐるぐる回ってぐるぐる回ってってやったら気づいたら定時だみたいな。おー、なるほど。バイトの人ってみんな若い人が多いんですか？お若いですね。へえ。大学生とか？高校生から大学生の年代ですね。はいはい。男女比は5号に近いんじゃないですか、やっぱり。いいっすね。うん、友達できる？いや、私は人見知りなので。周りはパリピーみたいな。でもテンション高い人たちばっかりですね。あ、そっちなんすね。はい、ついていけないですね。じゃあみんななんかハラミちょーいみたいな、はいよってめっちゃテンション高いんですよね。はあ。そういうのはなんか研修とかでお前めっちゃ元気にやれよみたいな言われるんですか？いや、言われなくて、なんかノリのいい人たちが多いんでしょうね。実際どうですか、人見知りの人からして働きやすいですか？怖い。怖い。でも続けてるんですよね。まあお金欲しさなんで。あ、まあ時給がそっかいいからっていうのがあるんですね。あとシフトがすごい自由なんですよね。まあ融通聞くって一番いいです。そうですよね。辛いことはないですか？辛いことはやっぱりオーダーがダーってきた時とか、それくらいですね。どのくらい半端ないかって分かるの？2人がかりでやっとみたいな。2人とも肉をやって、なんか肉並べる担当、タレかける担当、バッみたいな。へえ。まあ
食べ放題だったらそうなんでしょうね。そうなんですね。人気メニューとか何かあるんですか？人気メニューはですね、絶対食べてほしいと思うのは期間限定のメニュー。どれぐらいのスパンなんですか？大体2ヶ月とかですね。なるほど。じゃあ結構なスパンで行く側も行かないといけないですね。どういう系なんですか、期間限定メニュー？前回が韓国フェアみたいな、はいはいはい、トッポギとかチーズドッグとか流行りのものとか多かったし、今が北海道フェア、例えばジンギスカンとかはいはいはい、チーズとか、スープカレーも有名らしい。知らなかった。焼肉屋さんですよね。はい、そうです。なかなかバリエーション豊かで面白いですね。はい。まかないとかあるんですか？まかないはなくて、住職ってのがあるんですよ。住職って多分従業員の食事ですよね。そうですね。単品お料理で、そういうのを半額で食べれたり。単品料理ってことは焼肉は食えないであってます？焼肉は食べる場合は 10% オフ。じゃあ基本焼肉屋さんだったらビビンバとかになるんですか？ビビンバとか、あと鶏皮とかも食べれますね。はい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 。が半額に、半額になって食べれるってことなんですね。そうですね。焼肉キングのバイトですね、人にお勧めするとしたら100点満点中何点をつけますか？78点。刻むマイナス面はどこら辺にありそうなんですか？やっぱり辛いと辞めちゃう人って結構多いんですよね。なるほど。それは忙しさで。忙しさで。だからそこを考えると辛いですけど、やっぱり自分にとってメリットしかない。仕事組みやすい、時給いい、友達もできるしみたいな。なるほど。確かにそういう意味では本当にいいバイトだと思う。いいバイトだと思ってます。忙しいのはどこ行っても忙しいですし、案外忙しくないバイトっていうのもそれはそれでしんどいですよね。しんどいですね。やることないっていうのも、なのでそういうところを見て焼肉キングを見てみてもいいんじゃないでしょうか。ということで今日はどうもありがとうございました。アルバイトチャンネルでは視聴者皆さんにアルバイト辞典をプレゼントしています。バイト探しに役立つ情報が盛りだくさん。またアルバイトチャンネルの出演者も募集しています。詳しくは概要欄をチェック。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。またね。リサの一言。焼肉ジュージュー。